プラの松下美由紀です、今日はとても楽しいステージでした、ピアノとの距離もとても近くてセッションをしているという感じがものすごくありでまたお客さんとの距離も近いということでお客さんのその反応をすぐに受け取ることができてとても楽しかったです。また年明けに、もう少し長い時間でライブができたらいいなと思っております。ぜひよろしくお願いします。いらしてください。次の曲はジエチンスキー作曲ウィーン我が夢の街です。歌詞はウィーンの魅力を語っており故郷愛にあふれています。この曲を聴くと留学先ウィーンのことを思い出しています。今でも歴史ある建物がそのまま残る旧市街地の街並み華やかな表通りと粋なお店が並んだ裏通り街のシンボルシュテファン大聖堂に馬車の音カフェ巡りやオペラコンサートを立ち見に行ったことなど大学の外でも音楽に触れる機会の多かった夢のような3年半でした。大好きなウィーンをこの曲を通して皆さんにお伝えします。